皆さんこんにちは、 B レジェンド大林です。今回はですね、 B レジェンドジムからお送りをしますけども、トレーニングの解説ということで、ちょっとどころではないかなりマニアックなトレーニングの種目を解説していきたいと思います。今回解説するのは肩のトレーニングなんですが、ダンベルを使ったワンハンドプレスというトレーニングです。正式な、ね、名前は長い上に全部英語なんで、日本語でね調べてもなかなか出てこない、とてもレアな種目なんですけども、私が2020年にコーチングをお願いして、まあ、コーチについてもらった際に肩のトレーニングとして教えていただいた種目です。バーベルを使ったショルダープレスとかマシンを使ったショルダープレスと比べてどこが違うかと言いますと、片手でやるので両手でやるパターンと比べて重たい重量が扱えるということと、肩の痛みとか違和感を抱えていらっしゃる方にはだいぶね肩の関節に優しいトレーニングになりますので、バーベルのショルダープレスとかダンベルショルダープレスでちょっとね痛みとか違和感が出るっていう方にとってはこのやり方非常におすすめですので、ぜひぜひね一回チャレンジしていただければと思います。でやり方なんですけども、こういう、まあ、柱でも、壁でもいいです。今日はパワーラックのこの柱を使ってやりますけども、柱の真横から一歩下がったぐらいのところですねに立っていただいて、足はまあ肩幅ぐらいに開いたところから半歩ダンベルを持ってない方の側の足を出します。これで柱を持っていただいて、まあ大体普通に腕を伸ばしてちょうど柱に手が届くぐらいの場所がいいと思います。ニュートラルグリップと言いますけども、両手がね向かい合うような形で握っていただいて、大体まあダンベルは顎の高さに来るように持っていただいて、ここからスタートします。ここからしっかりお腹に力を入れて、体をまっすぐに保った状態で真上に上げて下ろして、上げて下ろして、上げて下ろして、というふうにやっていきます。で注意していただきたいのは、重たい重量を上げたいがためにフォームを崩してですね、こういうふうに上げてしまったりとか、前にこうグッと動いてしまったりとか、体がこうぶれてしまわないようにしっかりお腹に力を入れて体幹を固めるのと、あとは柱に置いた手で体を支えてあげて、まっすぐに保ったまま上げていく。であんまりこう足で反動を使わないようにするといいと思います。まあ、反動を使ってやるやり方も時には効果的な場合もあるんですけども、反動を使ってね無理に高重量を上げようとすると、特に下ろしたところで肩への負担が強すぎて、特にね肩に不安を抱えていらっしゃる方は怪我のリスクが一気に上がってしまうので、しっかり体をまっすぐに保ったまま上げれる重量でちょっとずつやるようにしてみてください。はい、今回はですねダンベルのワンハンドプレス紹介させていただきました。ぜひぜひ試してみていただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。